You're listening to Shibuya Cross FM. はい、みなさんこんにちは。こんにちは。12月28日木曜日。はい、もう年末だ。年末、今年最後の放送ですね。はい、16時を過ぎました。はい、エンタメジャックイン渋谷スタートしていきます。藤巻ゆきです。徳田裕太です。小川舞子です。三重子です。よろしくお願いします。はい、お願いします、うん、ねえ、今言ったけど、はい、本当にもうあと3日で今年が終わりますよ、うん、終わりますね、もう、あっという間だ。早かったですか、皆さん。早かったです。いやもうなんかクリスマス前の時間がすごい長かったんですけど、うん、終わってからがあっという間。確かに、うん、でも、あ、すいませんすごい追い込み方しちゃった。でもクリスマス終わってからまだ3日しか経ってないんですよ、うん、そうだよね。やっぱ早いですよね。早いですね。だってもうさ、街、ね、もさ、クリスマスムードからお正月な感じに変わって、うん、そうですね、イルミネーションあるけど、はいはいはい、あのね、そう、お正月仕様の飾りになってます。天候が早いですよ。もうで寒いしね。寒い。風が冷たいですね。冷たいですね。さあ、はい、ね、やっていきましょう。この番組はですね、はい、新車最安値更新中 100% 新車館と、うん、宮古島レンタカー宮根さんの提供でお送りいたします。はい、昨日、先週か、はい、先週、バスケね、これ、はいはい、お伝えしたと思うんですけど、はい、バスケットボールの試合、うん、茨城ロボッツの試合見に行ってきましたね。つくばだっけ。つくばですね、はい、まで行ってきて、茨城でやってるんだ。ちょっとね、少し遠かったですけど、うん、そうですよね。そこからだとね、ちょっと遠いですね、つくばは。どのぐらいですか。ね、秋葉原から約1時間でしたね。あ、成田エクスプレスで、はい、つくばエクスプレスで、つくばエクスプレスで。どうしたんですか。じゃあ、つくばエクスプレス、成田エクスプレスにしましょうか。はい、ちょっと違う方向行っちゃう。つくばの、ね、はい、終点から、始発から終点かな。そうですね、そうなんですね、はい、で、徳ちゃん初めてのバスケ、そうなんです、はい、スポーツ観戦はよくするんですけど、バスケを生で見たの初めてで、その試合のやっぱこの一体感といい、観客がバーってなってる中、やっぱその試合のコートの中ではすごい緊張した、あの集中の、本当に高さが5メートル10メートルしか変わらないのに、本当空気感が違う感じとか生な感じがすごい良かったですね。そう、あのスラムダンクのさ、キュッキュッキュッってさ、わかります、はい、バスケットシューズとコートが擦れる音とか、あとダムダムダム、はい、本当に感じたでしょ。生ダムダムでしたね。生生キュッキュッキュ、生ダムダム、はい、そう、へぇ、そうか、見たことないのも、ね、最初徳ちゃん見たことないから、うん、どうかなって言ってて、うん、こう盛り上がれるかなって言ったら、もう速攻だよね、うん、速攻です、やばい。へぇ、バスケも結構観客席わーってなるんでしょ。半端じゃないよね、半端じゃない、そうなんだ。すごいやっぱりバスケシーソーゲームだから、本当にもううわーって盛り上がって、さっとやって、うわーってなって、そのディフェンスの掛け声とか、本当に漫画でしか見たことなかったけど、あ、これがディフェンスの掛け声なんだとか、すごいやっぱ面白かったですね。でもバスケットボールって得点入るのが早いから、結構切り替わりがすごそうですよね、そのチームごとの。盛り上がる。最初ちょっと、まあ、あの茨城ロボッツのホームでやったから、まあ、お客さんもほとんど、あ、そっか、ほぼ9割、うん、9割、9.5 割ですね、ロボッツのファンの方だから、もう、茨城ロボッツが決めるとうわーってなって、あとフリースローって分かる、はい、はい、分かります。フリースローで相手側のチームがフリースローするとき邪魔をする、ブーって、あるんですね。そう、それも初めて、これなんすか、これなんですか、なんでみんな、何言ってるんですかみたいな、邪魔してるみたいな。そうなんですよね、はい、面白かったで、見事、はい、勝利しました。勝ちましたね、はい、で、おめでとうございます。徳ちゃんが、実は感謝祭の時に、うん、バスケの方々もね、はい、いてね、はい、一番仲良かったという、そうです、はい、2メーターぐらいの、そうです、中さん、はい、中さんっていうね、はい、ね、黒人の方、はい、ナイジェリア出身の方、そうそうそう、が2メートル、その MVP 取って、はい、はい、すごい、その日ね、
ね。嬉しかった。中さんとよく喋ったと思って。ずっと隣で言うの。中さんが一番ねよくしてくれてね、一番仲良くやってね、めっちゃ分かった。ちょっと考えます。中さんと同い年。あ、そうなんですね。へえ、それはね仲良くなりそう。でかいでかい。そう。見上げちゃいますよね。で、俺あの実はそのバスケやってたから。あ、へえ。そう、徳ちゃんにね、今のはこうだよとか説明を。このファール、例えばチームファールが5回以上だと次のファールからフリースローになるよとか、得点をね、ちゃんとこう円滑にこうスムーズに進められるようにってことでそうなってる、なったんだけど、そういうのとかね、説明したり、ここゾーンだよとか、ゾーンディフェンスだよとか、隣にやっぱ解説者がいると見やすい、見やすい。そうですよね、確かに。だから怒ったら分かんないから、あいつヘボいなみたいな。ちょっとちょっとね、ちょっとあいつマジ意味わかんないやつ。藤巻さん本気だなって、本当にバスケやっぱやってるからすごい好きな感じで、あのプレーはね油断してる、あれはねみたいな。やっぱ本当に生で見るから分かる、あの感じとかが。監督がねそれですぐ采配したりするんで。そうそうね、あいつ多分変えられるよみたいな。なんかやっちゃいけないプレーとかやっぱあって、こう積極的なミスはいいの。ただなんつうんだろう、気を抜いたプレーあったじゃん、あのボール取られた。ありましたね。取られた後のプレーも良くないみたいなのがあるのね。あ、そうなんですね。ちゃんと追いかけないとか。はい、そうなんだ。そこまで。そう、そういうので、あ、あいつ変えられるな。うん。何番で今言いそう。え、でもさ、そういうの分かると面白そうですね。もののその数十秒後に変わっちゃった。わー、すごい。見てわかるというか。あ、ごめん。はい、あのさっき先ほどね、いつも来ていただけるね、あの方から差し入れいただきました。はい、いただきました。はい。今日ちょっとね時間がないということで、行かれたんですけど、パイですか？パイですね。うまそう。はい。可愛い。ちょっとみんな食べてよ。ちょっと食べてて。はい。うん。あ、ありがとうございます。みんな行くね。で、俺ちょっとその間ね、昨日のはい、アクトワンエイジのライブ。あ、はい。あ、ゲストでいらした。そうです、よりくんのね、アクトワンエイジのライブ行ってきましたよ。はい、おいしそう。どうぞ、食べて。いただきます。どう？ただね、たくさんいただいて。うん、僕ちゃんも食べて食べて。はい。どうですか？顔ついてる、かわいい、おいしい。まだ中までたどり着いてない。大好き、大好き、大好き。はい、いただきます。はい、いただきます。ちょっと違ったんですね、ごめんなさい。うん、うまい。おいしい。おいしい。おいしい。まだ中までたどり着いてない。あ、たどり着いてください。たどり着いてください、今すぐ。ありがとうございます。アップルパイ何が欲しいんだ、この外サクサク、中このジュワッと感、たまらんす。大好きです。美味しいですか？美味しいですね。ありがとうございます。そうなんや、ありがとうございます、本当に。チョコ？チョコレート？チョコレート。チョコレート。それチョコ？うまい。うん、多分たどり着いてない、まだ。うん。そうでね、ライブ行ってきたんだよ、はいはい、あの食べながら、はい、で、実はね、ちょっと体調がね、あの楽屋挨拶行かさせてもらったんだけど、まあ、インスタにちょっと写真上がって、あ、そのなんだバスケの、はい、ね、行ってきたのもインスタに上がってるんで、もしよかったらね、はい、そうですね、そう見ていただければなと思うんですけど、はい、具合悪くてね、ほんと熱もかなりあって、体調的にはすごい最悪の中、そうギリギリの状態でやってました。でもすごくあのアドレナリンが出て、出るのかな、やっぱライブって。ステージに立った瞬間にきっと、とっても素敵なライブを、あ、熱のこもった、魂で歌っていたっていう感じですかね。頑張っていましたよ。なんかね、熱あると耳も聞こえづらくなるみたいで。あ、そうなんです。でもきっと意識が朦朧としますよ。詰まるのかな。そうだから、イヤモニをこう何度もこう聞こえなくて、こう上げて上げてみたいなのもやってたり、ちょっと大変だったんですけど、まあ彼はね百戦錬磨の方なんでね、とっても素敵なライブでした。はい、頑張ってました。また来年もあるみたいなんでね、ぜひ行きたいなと思っています。はい。さあ、今週の映画ですよ。はい、映画。バウンドしてる。何ですかそれは。バウンド。今週の映画、はい、ね、はい、何だと思いますか。何だと思いますか。テーマはでもね、最初に言った12月クリスマスということで、そうなんです。お送りしてきましたけど、そうそう、はい、で、みんなが、みんな何だったっけ。シンデレラ、ラブアクチュアリーじゃなくて、そうです、ラブアクチュアリー、はい、ジングルオールザウェイ、ジングルオールザウェイ、僕は何だと思いますか。
クリスマスですか？はい、はい、ちょっと今ね出そうと思っちゃうんだけどね、はい、ちょっとあのはい、あれ画像出しといてお任せください。はい、ありがとうございます。すいません、実はね僕がねお送りするのは、うん、いいですか、素晴らしきかな人生。なんかクリスマスっぽくないでしょ、うん、でしょ、うん、素晴らしきかな人生という映画なんですね。素晴らしそう。知ってる人は知ってるんだけど、うん、まあ僕ら世代とかも下の世代の子も日本人は知らない人が多いかなっていう作品なんですけど、とってもそのクリスマスそして年末にかけて見たら心がほっこりする映画なんですけども、徳ちゃんどうかな、はい、すいませんちょっとねバタバタになっちゃいましたね。ね、はいはい、うんうんうん、洋画ですか？洋画です。洋画、素晴らしきかな人生、はい。あ、洋画の違う映画できちゃった。あれでしょ、実はそれさ、ウィル・スミスの今年やった素晴らしきかな人生でしょ、はい、はい、同じタイトルなんですよ。あ、なるほど。内容は違う、内容は違う。これね、なんでかっていうと、はい、英語の題名は違うの、あ、はいはい、日本人が日本語訳でタイトルつけるときに、そのこっちの今日僕が説明お届けする映画をリスペクト込めて、うん、今年ウィル・スミスの映画のタイトルも素晴らしきかな人生、実はちょっと本質が似てるから、あ、そうなんですね、リスペクトを込めて、そう、そうなんです。これも見て分かるように白黒ですね。結構昔の映画ですか？そう、実はね1946年、ほうほう、71年前、うわー、うわ、知ってる人はじゃあきっと、うちのお母さんが生まれた年ぐらいですよ。あ、本当ですか。でね、でも僕ら知らないって言うけど、アメリカの人ほとんどが知ってるんです。あ、そうだ、不思議でしょ。向こうでも名作で、うんうん、そう、不思議でしょ。でも71年前の映画をさ、そう、見て、ワンダフルライフ、そう、いつワンダフルライフ、はい、そう、素晴らしき、そう、ウィル・スミスの映画は、はい、ねちょっと忘れしましたね。そう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 、これなの、これなんか見たことあります、それ、そう、そうなの、幸せのおまけっていう直訳なのかな、英語タイトルだと。これだから、もう軽く説明すると、はい、これはこっちね、そう、はい、ウィル・スミスの方は、うん、自分の思い通りにいかなかったけど、その不運だったけど、不運の中から幸せが偶然転がり込むみたいな、幸せのおまけみたいなの感じなんだけど、まあ、実はこれもねちょっと似てるんですね。ほう、だから多分リスペクトを込めて同じタイトルにしたんですけど、この映画、そう、はいはい、言ったようにアメリカのほとんどの方が今でも知ってる、そしてほとんど、クリスマスシーズン必ずテレビだったり映画でも公開されるぐらい、今でも、あ、そうなんだ、っていうぐらいの名作、普及の名作と言われてるんですね。そうなんです、あの、アメリカの映画協会で感動して、最も感動した映画の1位だったり、すごい、そうだ、クリスマス映画1位、うわ、そう、あ、じゃあクリスマス映画なんですね。そうなんです。あとファンタジー部門で3位、これファンタジーだと思わないでしょ、ファンタジー、このジャケット、はい、想像つきません、想像つかないでしょ、うん、ちょっとね、あのファンタジーです、これファンタジーなんですか、うん、ヒューマンファンタジー、あー、はい、あー、これ1946年アメリカの、うん、映画でフランク・キャプラーっていう監督が制作と映画、はい、あの監督をされたんですけど、そのフランク・キャプラー3人で映画会社を立ち上げて、第1号がこの素晴らしきかな人生なんですね。またですか、うん、今週も毎週この時間に、はい、この時間になんか今日これは救急車だ ね、 なりますね、救急車ですね、音はどうしたんだろう、ね、曲がっちゃいました、行きましたね、うん、はい、でね、うん、この映画、はい、どこまで言いましたか、一つ目がこれです、はい、あ、そう、一つ目がこれなんですけど、はい、公開した直後、興行収入散々の結果で、あら、あ、そうなんだ、ダメだったんですね、ダメダメ で、実はこの制作会社、この一作で、倒産してしまう、あら、そのぐらい散々の結果だったんですね、うん、はい、で、それで、そのなんだ、映画って利権があるでしょ、権利が、うんうん、だから倒産してしまったから、この権利が安く売られたの、うーん、で1950年ぐらいにアメリカにもテレビが普及されたの、爆発的に、うん、でそれで安い権利をテレビ局だったりで得て、長、やっぱお金かかるじゃん、放送するにも、そうですね、はい、お金の高い映画よりも、まあ、安いので、うんうん、放送するでしょ、うん、で放送するようになったの、
特にこの映画がクリスマスイブをテーマにしてるから、イブのあたりにもう毎年こう放送するようにしたの。でだんだん人間って、あ、この映画見たらクリスマスだなとか。あ、でもありますよね。あります、あるでしょ。ちょっとした洗脳じゃないけど、うん、あのちゃんと、はい、頭に残るというか、うん、で逆にクリスマスって言ったら、あ、あの映画を見ようって思うようになったのがきっかけで、うん、この映画が今でもあの流されるんですよ。で流されたから、まあ、これがだから71年前の映画でしょ、はい、だから今の全盛期の監督だったり脚本家が子供の頃見てる。あ、なるほど。だから、ファンタジーって言ったけど、ファンタジーの基礎を作った人というか。あ、そういうことなんだ。そうなの。だからバックトゥーザフューチャーとか。ああ、はいはい、これでかくなっちゃターミネーターとか、うわ、あとこうタイムリープ系とか、うん、タイムトラベル系の、うん、先駆け、礎となった映画。そうなんです。いやいいですね。すごいでしょ、はい、こういうの、はい、っていう映画なんですけど、ちょっとあらすじいきます。はい、あらすじ、うんうん、あらすじ何だと思いますか。あらすじ何だと思いますか。でも、はい、でもね、イブのテーマでしょ。クリスマスイブでこうということで、うん、クリスマスイブに何かが起こる、何かがあった。そうなんです、はい、そうなんです。あのね、はい、家族的な感じとかも映ってるのが、ね、ヒューマンファンタジーでしょ。ヒューマンファンタジー、そう、うん、もうこの3人を、はい、覚えておけば。ジョージ、クラレンス、ちょっと名前呼んで読み上げてください。名前、ジョージ、クラレンス、はい、ポッター。そうです、そうです。見えますか、反射しちゃってるかな、うん、オッケー。この3人をまず覚えておいてくださいね、うん、あと主役はジョージ。ジョージ、ジョージ、うん、30代中盤の青年ですね。ほうほう、うん、彼の物語です。はい、彼はですね、あの真面目で正義感があって、うんうん、まあ、っすぐっていうのが、あ、ありがとうね、はい、が、あれなの、ここに置いとくか、はいはい、正義感があるんだ、ね、そうなんです、青年なんですね、はい、で彼は高校卒業して、はい、すぐにお父さんが亡くなるの、うん、でお父さんは住宅ローンの会社を経営してて、うん、その住宅ローンの会社経営してたんだけど、お父さんが亡くなるということで、うん、継がなきゃいけない、じゃないと倒産しちゃうからね、うん、で実は弟が継ぐ予定だったの、うん、でも弟はまだ大学を出ていないということで、大学を卒業するまで、まあ、僕が代わりに4年間だけ、うん、社長しますよっていうふうな約束で継いだのね、はいはい、その住宅ローンっていうのは当時その移民系の方々に対する住宅ローンということで、うんうん、低金利でお金をこう貸したりしてるっていうような、うんうん、だからでこれがジョージ の、はい、仕事ね、ジョージ、はい、ポッター、はい、このポッターというのは町一番の金持ちの銀行員、銀行の人、うん、でこれ、まあ、まあこことここもバチバチなんだけど、うんうん、そんな低金利で貸したりするの嫌でしょ、うん、ライバル業者からしたら、そうそうそう、はい、だからまあここがライバルですね、うん、ライバルなんです、うん、で、そうという物語なんですけど、うん、どう説明しようかな。ジョージ・クラレンス・ポッター。さあクラレンスはねもうちょっと後なんですね。へー、うん、あ、そうなんだ。女性ですよね。男です。あ、男なんですね。男性です。で、ジョージはそうやって、で実はなんで自分は継がない、長男が普通継ぐでしょ、はい、あの時代的にも、はい、彼は世界を旅をするという夢があったの、うん、でもお父さんが亡くなったということで、その夢を1回4年間諦めて、で実はあの継ぐから4年間諦めたと、うん、でもその弟が4年後結婚してしまったんですよ。わお、工場の娘と。おあらでね、だから継げないっていうの、だからもうしょうがないから自分の夢は諦め、彼はあの会社をずっと経営していくことになるんですけど、うん、でだから一個のまあ挫折というか、うん、夢を諦めるっていうのがありまして、うん、でね、その時代世界恐慌とかもあって、はい、取り付け騒ぎがあるわけ、うん、要はあと取り付けってなんて言えばいいかな、表現、お金に信用がなくなって、うん、預けてたお金をも戻してくれ、戻してくれと、うんうんうん、意味がないから、うん、そう、はい、っていうんだけど、彼はで実はこれポッターの仕業なの、
あら、昔ってさ、ネットとかないからフェイクニュースのちょっと ふっかけるわけ、うんうん、あそこ危ないよみたいな、ここ嫌なやつね、これやっぱ嫌なやつですね、ふっかけるのね、うん、で、そのジョージはそれをハネムーンの自分が貯めてた費用で賄うというか、これでなんとかこう工面したわけ。ポッターは嫌なやつ でもジョージはそうやってちょっとずつ自分の正義感とかで周りをこう、なんだろうな、うんうん、とつながっていったわけ、ま、はい、っすぐにね、はい、実直に、うん、で、こっからがあれです。ジョージの弟が戦争に行きます、はい、第二次世界大戦、これ1946年の映画だからさ、はい、戦争に行って帰ってきます、うん、で、まあ、ジョージはちょっと耳が不自由という、あ、片方不自由だから免除されてんだけど、うん、弟はちゃんと行って勲章を取れるの、すごい働きをしたから、はい、で、それを帰ってきて、じゃあお祭りするぞということになって、うん、お祭りの最中に実はお金がなくなっちゃうの、ジョージの会社の。あ、大変、うん、そう、大金がね、で、これもポッターの仕業なの。悪いやつですね、ポッター。ポッター悪いやつですよ。で、うん、そのポッターは知らないよっていうの、うん、実は自分が持ってるのよ、あら、知らないよ。で、むしろ君あれだよねって、それ横領罪じゃないとかふっかけて、監察官呼ぶから逮捕されちゃうよみたいなことで、ジョージはまたこうへこんだりするわけ、うんうん、で、そんな中で、あ、で、みんなが暴動起きちゃうというか、なんていうのかな、うんうん、やっぱお金どうしたんだどうしたんだみたいになって、うんうん、ジョージはやってらんないよと、うんうん、こんなの、うん、で、ある晩クリスマスイブの晩、うん、酒を飲んで酔っ払って寒い夜空を歩いてます、うん、で、だんだん歩いた先が橋、大きな川のある橋 で、うんうんうん、でこう自分をこうね下見てるわけ、うん、生まれて来なければよかったな僕は、うんうん、そして自分の死んだことによる保険金でなんとかこのお金工面できるんじゃないかと、うん、彼は思って死のうと決意するの、うんうんうん、で、こうやって死のうとした瞬間、違うおじさんがボチャーンと川に落ちるわけね、で、同じ橋で同じこと考えてた人がいるってことですか。そう、で、ジョージは自分死のうと思ってるから助けなくたっていいわけじゃん、うん、正直、うんうん、でも、うん、正義感とかまっすぐな人だから助けちゃうわけ、うん、自分がまた飛び降りて、バチャーンと飛び降りて助けるわけ、うん、で、助けて何してるんだと、その飛び降りた人がクラレンス、ほー、クラレンスって言うんですね、うんうん、そのクラレンス、実は自分は天使だと言います。天使、うんうん、おかしなこと言うよね、はい、見た目は60代ぐらいの老人よ普通天使って言ったらさ、うん、若い女の子みたいな、そうですね、はい、羽の生えたみたいな、うんうん、60過ぎのおじいちゃんが天使だと、うん、しかも2級天使です僕はと、うん、2級2級、はい、級じゃなくて1級じゃない2級、はい、何それ。僕は君を助けるために来た天使なんです、うん、ファンタジー来ましたね、やっと。そういうことか、それがファンタジーってことそうなんです。で、信じないわけ、うん、何言ってんだこのおじいちゃんと、うんうんうん、で、だんだん話していくうちに、僕はね、生まれてこなければよかった人間なんだと、うん、僕のせいでいろんな人が、まあ、辛くなったり、うん、なんせ僕が思うような道は歩めてないんだよと、うん、ジョージが言うんですね。ジョージが、うん、さあクラレンスが言うわけ。じゃあ分かった、君が生まれてこなかったその世界に連れてってあげます、もし君が生まれてこなかったらこの町はどうだったんだろうか、うん、それを連れてってあげますって言って、この天使のクラレンスはジョージを連れてそこに行くわけ、ヒュッと。そしたらどうでしょう、街はもう荒れすさんでるの、もう地獄絵図、もうそのこれポッターがもうのさばっちゃってて、あ、そういうことか、うん、そう、で、もうお金のない人たちはどん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 強盗したり、だってお金がないから、うん、強盗したり酒入り浸り、弟なんか9歳で死んでいたり、その世界だと。あら、で、お母さんも自分のこと知らない、うん、で、自分の奥さんも自分のこと知らないで、ただ結婚せずにずっと待ち続けておばあちゃんになってるみたいな、そういう世界をこう
見せつけられるのね、うん、でクラレンスはあの言うわのね、君の人生は、うん、生まれてこなかった人生なんかじゃないんだよって、うん、君の人生はとってもみんなを幸せにしてるんだ、うんうん、だからそんなこと言うなっていうのを言葉で言うんじゃなくて体感させたというか、うん、はいはいはい、でジョージは気づくの、あ、生まれてこなかったなんてダメだって言って、うん、神様僕を戻してくださいって言ったら戻るの、プッと、ほうほう、現代に、うん、でね、その家に会社に戻ったらみんなが貧乏の人たちなんだけど、みんながお金をこれ使ってくれこれ使ってくれって集まってくるの、うんうん、俺はいつもジョージによくしてもらったから、うん、困ってる時は俺がって、でそれで、ジョージはあのなんとか難を乗り越えて幸せな年越しを迎えましたっていう映画、うん、へー、そうか、人にはいいことをしないといけないですね、そうなんです、でね、このクラレンスが最後もうパッと現代戻ってきたら、うん、パッと現代戻ってきたらもういないわけ、うん、で、紙があるのね、その紙に、うん、ともあるものは惨敗者じゃないって書いてあるの、うん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 、ああ、そういうことか、なるほど、うんうんうん、この映画を見ればきっとあれですね、わ、うん、かる、そう、まあまあそれこそだから自分が今までしてきたことっていうのは無駄じゃなかったし、うん、人とのつながりがどんだけ大切かっていうのを問う映画だし、うんうん、で僕ねちょっとこれはまあ自分の見解もあるんだけど、これ実は、ね、この映画の一番最初の冒頭って宇宙なの、宇宙に星があって、天使、そのクラレンスの世界って言えばいいのかな、表現的に二級天使だから本当に試験だったの、これジョージを助けたら一級になれるよって、なるほど、あ、そうなんだ、で先輩なのか、先輩天使かなんかが言うわけ、よしお前と、ジョージが今日峠を迎えるとか今日死のうとしてると、うん、で お前がジョージを救うんだ、うん、そしたらクラレンスが言うの、救う病気ですかって、そしたら先輩が病気じゃない、うん、絶望からだ、うん、っていう表現をするの、うん、だから病気と同じぐらい絶望っていうのは人を死に至らしめたり、うんうん、苦しい思いさせるっていうものだと俺は捉えて、うんうん、だからこそなんとかな、今さ希望だなんだっていうのはちょっとかっこ悪いじゃない、なんか希望を持ってみたいな、うん、この世の中、うん、まあ、より現実的な考え方、うん、はい、なんでしょ、うん、でもね、いや希望を持っていいじゃないと、うんうんうん、言っているような映画なのかなと、こう希望を持つことって悪いことじゃないし、うん、まあ、だからこそ現実ちゃんとね、ジョージみたく日々、はい、自分の思い通り あの道を描けなかったけど、うん、真っ当に人と接して人と仕事をしてると、うん、いざ自分が辛い時に助けてくる人ってたくさんいるんだよっていう、だから絶望と相反するの希望っていうけど、本当希望を見せてもらえるような映画、うん、あ、なんかしかもどっちも主役みたいな感じですね、そうなんです、うん、そのとってもね、いい映画ですよ。でこの、ジョージの奥さんのメアリーっていうのがとっても美しいの、うん、へー、美しいんです、うん、そうそう、メアリーって出てくるかな、はい、まあそのさ、戦争から帰ってきたっていう世界の流れもあったけど、うん、傷ついた男性を癒す女性像、うん、っていうのを見事こう描いてる、そうなんだ、そう、美しいんですよ、またこの寄り添う感じがたまらなく綺麗でね、もしかしてこの方が、そうです、クラレンス、クラレンス二級天使、二級天使、はい、でしょ、うん、60過ぎかな、すごい優しそうなおじいちゃん、うん、そう、またコミカルなの、コミカル、ユーモアがすごいの、そうなの、だってこんな人がいざ想像してよ、こんな人が僕天使って言ってきたらどうする？ハットかぶったしわくちゃのおじいちゃんが天使、いやいや、いや信じないです、あかんやこいつ怖い怖いってなるでしょ、うん、怖い、そうなんだからね、この作品はとってもなんだろう、うん、心温まる作品だし、胸、ね、ときめく、はい、はい、そっかこのね、その年末にみんな集まるとか、やっぱ家族とか親戚とか集まるこのね、まあ、絆というか、つながりを再確認する、うん、
そうなんです、そういう映画なんです。しかもなんか話を聞いているだけでも、うん、なんか引きつけられますね、うんうんうん、ただねこれね、うん、まああのまあ、昔の映画だから、はい、今さ見るともしかしたら物足りなく感じるというか、あ、まあ、はいはいはい、特撮もないし、うん、CG もないし、うん、撮り方も多分単調でね、うん、このクラレンスが出てくるまで1時間半あるから長い、まあ結構長い、途中寝ちゃう人もいると思う。前置きが結構長いんだ。そう、でもね、このね、喜劇っていうかは前置きっていうか、ジョージがどれだけの人なのかっていうのを説明しないと感動って生まれない。これまあ、お芝居の鉄則というか、この人が幸せに暮らしていました、でも障害があって挫折して乗り越え、挫折して乗り越え、もう最後の挫折でもう俺は無理だの時にクラレンスが現れるっていう。そっか、最後の最後に救世主、そうそうそう、あの光がね、そう、連ドラとかでもそうなんだよね、はい、主役が障害が、はい、障害があって乗り越えて乗り越えて、うん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 、みたいなのが見たい、うん、そっかそっか、それこそ礎ので、さっき言ったタイムリープだったりバックトゥーザフューチャー2って見たことある、うん、ありますよ、うん、未来に行って、うんうん、お前マーティーが頑張ってこなかったからこんな、うん、未来になっちゃってるんだよ、ビフが、ビフタワーみたいなのが、うん、まあ、一緒だよね、ポッタータウンみたいなのができちゃって、うん、っていう、だからそういう、ちょ、ほんと似てる参考にしてるんだなっていう、おー、そうなんだ、映画なんですね、なのでぜひ皆さん、はい、見てください、はい、そうですね、そう、はい、何かね、まあ年末じゃないにしても、うん、とっても心温まる、うん、はい、まあそんな深く考えないでもいい感じでふっとね、うん、見ても楽しめる作品だと思いますので、うん、はい、はい、ぜひ皆さん、うん、見てください、はい、はい、見たくなった、はい、それでは、1曲ですね、はい、はい、聞けますか、うん、はい、じゃあ1曲、いいでしょうか、はい、今日は快晴なので、はい、ちょっと元気のいいね曲を、はい、私のオリジナル曲です、明日の形、戻す、ああ
い、聞いていただきました。椅子の形、ありがとうございました。どんな形だったかな、どんな形かな。さあ、はいはい、もうね、うん、今年最後の、はい、あの番組ということで、はい、年越しのね、ほうほう、ちょっとさ、みんな知って、あのいざやるけど、うん、実はどういう意味があるのかなみたいなのってさ、あのあるじゃない、はい、いありますね、はい、それをちょっとね紐解いていこうかなみたいな、ほう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 、思ってるんですが、まず何からいきますか、何からいきます、どうぞ、はい、何があるんでしたっけ、例えばさ、はい、年越しそば、おお、年越しそば、はい、年越しそばって何なんって、なんでそばなのかとかはちょっとわかんないね、はい、調べてきました。あらなんでこのベタベタな振りベタベタな振りね、そうですね、みんな食べるけど、はい、食べますね、言われたら説明できる、いや、できないです、その食べるタイミングとかも、なんとなくですよね、はい、なんとなくそのおせち料理じゃないけど、なるのかな、そうなんですよね、はい、なんかまあまあ、お分かりの通りに、はい、まあ、意味合いは同じなんですけど、その大晦日、まあ、12月31日に、うん、まあ、縁起を担いで食べるそばは、うん、まあ、ご存知ですよね、うん、まあ、地域による特色があり呼び方も違うそうで、まあ、いろいろ何方、呼び方、あ、呼び方、そう、はい、味噌かそばとか大年そばとか巣ごもりそば、運そばとか、聞いたことない、え、年越そばそう呼ぶの、そうなんです、あと年通りそば、あと年切りそば、縁切りそばとか、寿命そばとか、福そばとか、四安そばとか、いろいろ多く読み方があるそうで、ちなみに名古屋はなんて呼ぶの、うん、年越しそば、いやー、僕の家族は年越しそばでした、ね、はいはい、そうですよね、そう、これがまあ1814年に大阪で年越しそばが文化として定着されたそうで、そうなんです。で、その年越しそばの起源を遡ると、江戸時代中期に、はい、あの書家、書家、店や商人の家ですね、うん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 、の月の末日にそばを食べる、まあ、三十日と書いて晦日そばという習慣があり、うんうん、これが転じて大晦日だけに行われる年越しそばになったと考えられるそう。あ、じゃあ、うん、1月30とか31も食べてそうです、うんうん、が晦日そば、そうです、なるほど、で、12月31は大晦日のそば、そうです、そうなんです、そうなんだ、そうなんです、で、あの年越しそばにも由来の諸説というものがありまして、まあ、そばが細く長いことに由来する年越しそば、まあ、長寿延命の意味合いがあるそうです、うん、長いものね、そうそうそう、まあ、引っ越しそばとも言われて末永くよろしくという意味合いもあるそうです、はあ、うん、で、あとは家族の縁が長く続きますようにと、あとそばが切れやすいことから1年間の苦労や借金を切り捨てて翌年に持ち越さないように願った説、あ、なるほど、そうなんです、あとおそばにも薬味があるじゃないですか、ありますね、ネギが、はい、ネギ、一味とかね、ネギも、はい、そう、薬味にもちょっと説がありまして、うん、いろんな意味合いがあるのかな、心を和らげるというネグの意味もあります、まあ、ネグっていうのは労ですね、労働の労、うん、という意味合いでもあるそうです、ネグって呼ぶんだ、はい、ネギラブ、そうです、はい、っていう意味合いがあるそうです、はい、がこれが年越しそばの由来となってます、あ、なるほど、ほうほうほう、そうなんだね、はい、ね、なんか聞いてそうな、年越しそばを食べるとこは君のそばみたいなね、そう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 、だから皆さんがね、あのご存知の通りの、まあ、意味は合ってたんですよね、うん、長寿かなとは思いました、でもやっぱそば一本長いし、うん、そうそうそう、がこれが年越しそばです、あの今ごめんなさい、徳ちゃんがものすごくかっこいい子で言ったんだけど、ものすごいスルーされてた、ごめんなさい、いやいやいや、なんかいろいろ君を、年越しそばを食べる、何、年越しそばを食べるときは君のそば、君のそばで食べるよ、あ、そういうことか、すいません、あの目が合ってました、私ただの親父ギャグ言った後徳ちゃん恥ずかしそうに俺を見たからさ、いやいや、どうした、もうなんだろう、あら、ね、どうもどうも、何ですか、YouTuber、カレー王子、何ですかそれ、カレー王子、 YouTuber の方ですか、チャンネル登録、はい、チャンネルなんて登録してだって、うん、カレー王子、何をやるんですか、カレーを食べるんですか、カレー食べる登録チャンネル、おーらしいよ、皆さんカレー王子で検索、カレー王子でね、ぜひ、はい、
今撮影中だって。そう撮影中、はい、回ってる。もしあれなら今度ね、はい、遊び来てください。はい、ぜひ。渋谷クロス FM です。そう、カレー王子、はい、僕らとなんか楽しいことしましょう。2000円。あ、バイバイ。どうしたんですか。バイバイ。と、はい、いうことでですね、そう、年越そばにはそういう由来があるということで。ありますね。はい、そうなんですよ。やっぱ、まあ、おみそからへんにね、うん、食べるのがいいですね。そうね、そうですね。さあ、あとなんか年越しといえば、はい、といえばやっぱりね、はい、12月31日、うん、NHK、うんうんうん、といえば紅白歌合戦ですね、今かぶっちゃった紅白、ね、歌合戦、みんなやっぱもう子供の頃からやってるもんね。見てますよ、はい、だって大みそかはだって夜更かし、うん、もうしていい。そう、それで唯一見れたテレビが紅白ですね。確かに調べてきました。あらおお、偶然偶然かもうこんなことある、はい、知りたくて知りたくて紅白歌合戦2017年バージョン、今年は第68回目ですね、はいはいはい、歴史が長い、うん、で、まあ、皆さん普通に毎年見てると思うんですけど、うん、もう一番最初の紅白歌合戦っていうのが1951年、うん、51年ですね、うんうん、何年前だ、68年前かってことは、うん、そうだねにやってます。51年は国民的人気番組として、はい、この大晦日の、うん、あ、じゃあ最初は国民的人気番組として1月3日に放送されてたそうなんです。3日そう、正月番組、1月3日、うん、1月3日の正月番組だったんです最初で、テレビじゃなくてまだラジオの番組時代です。あ、そうか、そうで、ラジオで放送されてた番組です。うん、でそこから始まったんですけど、はい、第0回があったのって知ってますか皆さん。知らない、0回。そう、第1回目が51年、うん、その前になんと1945年、うん、第二次世界大戦の直後に、うん、あったんですよ。それが紅白音楽試合っていう名前でやってました、うん、で、これは年越し、年をまたいで放送されるものだったんですね、はい、10時20分から24時ぴったりまで放送されるラジオ番組でした。これが 今に近いね、場所的にはね。そうなんです、そうなんです、うん、で、この中で結構歌だけじゃなくて大道芸とか演奏だけのものとか、ラジオで大道芸、すごいね。うわすごいね、どうやってやるの。確かにそうですね、すごいね、うん、音じゃないですか、音のある大道芸わかんないけど、すごいんだな、新しいですよ。で、まあ、幅広いね、その音楽に関することを放送されていて、うん、で、この中でその翌年来る年ってあるじゃないですか、はいはい、今ありますね、やってる紅白の後に15分間やる番組、うんうん、あれの由来になってる、由来というか元祖、うん、このラジオ番組の中で除夜の鐘をつくのを放送してて、それが後々の翌年くるっていう、今で言う、そうです、っていう番組に持ち越されたというか、そう、変化してったらしいです。はい、で、そこからそう、どん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 毎年続けていきます。45年から51年の間はちょっとなかったんですけど、放送は、うん、でもそれ45年にやった第0回のやつがすごい人気だったみたいで、はい、で、それをリメイクして、歌合戦としてここから始まったらしいです、51年から。おー、はいはい。で、4回目の紅白歌合戦で初めてテレビ中継がされまして、はい、うん、そこからずっとテレビで、で、カラーになり、どん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 そのね、年の話題のアーティストさんたちが出演するようになり、はい、で、一番最高視聴率が第14回 81.4%、うん、最高視聴率 81% 視聴率、すごくないですか、視聴率ね、ほぼ今考えられないですよ、ね、考えられないね、8割が家で見てるっていう、今じゃ無理だね、時代ですね、可能ですよね、うん、そんな時代もあったそうです、うん、で、紅白ってどうやって紅白分かれてるか、今の時代はちょっとだんだんこうごちゃ混ぜになってはきたんですけど、昔はもともと赤組が女性のソロアーティスト、白組が男性のソロアーティスト、今男女混合のねグループとかが多いので、それはなんかメインボーカルがどちらかということで、まあ大体決めてるらしいですね。なるほど。そうで、まあ話題になったのは小林幸子さんのあのハッド派手な衣装とかすごかった、もうあれは数億単位にも及ぶらしいです、うん、そうですよね、毎年ね、そう、毎年あれはもう、そう自費でやってるらしいです、自費、すごい、さ
さすがですね。はい、で意外と知らない、どうやって出演アーティストさん選ばれてるかっていう、分からない、その選考についてっていうのが、うん、そのまあ1年の活躍っていうのが一番で、うん、あとは世論アンケートの支持率で出場してほしい男女各3組ずつこうアンケートを取ったりとか、あと番組の演出企画に沿ったものでお呼びしたりとかして、あとのど自慢の予選者の曲目とかも関係してるらしいんですよ。はい、だからその流行りというか、そうです、そうです、うん、なんか今年その発表した新曲とかじゃないじゃないですか、紅白出るのって大体そのみんなが知ってる曲とか、だからそういうカラオケとか有線リクエストとか、あとダウンロード、インターネットでそう聞かれた回数とかも結構影響してるらしいです。なるほど、だからそうか、え、この人って人もいるってよく聞くもんね。そうですね、なんでだろうって思う人もいるけど、まあ、そういうふうな基準がある、なるほど、たくさん基準がある、そうそう、はい、らしいですよ。で審査方法っていうのが、はい、その視聴者審査員、そのテレビとかでもその D ボタンとかであるね今ね、うん、そうそう、うん、1対戦ごとに1票入れられるらしいです。あとは会場審査員、その実際にその場で見てる人たち、うん、あとはゲスト審査員のその有名人の方々見てるじゃないですか、うん、さん、うん、あの人たちの一番最後赤か白かっていうので決まるらしいですね、うんうん、はいはい、そう、なので皆さんもね、よかったらテレビでやってみてください。そうですね、うん、紅白ね、そうで今年は19時15分から23時45分までやるそうです。有村架純さんと二宮和也さんの2人と、うん、司会か、そう、でも総合司会が内村照良さん、うん、うっちゃんのうっちゃんの、うん、うっちゃんがやるそうです。ちゃんっていうことです、ね、そう、で今まで、ね、そう、はい、今まで赤組が31回、白組が36回、うん、勝ってます。これね、今年は安室さん出るから赤に、そうですね、そう、でも安室さんはどちらも熟さないそうですよ。特別枠というかね、そうそうそう、うん、特別枠で、だってだからそう、赤も白も関係ないらしいですけど、うんうん、でもさ、印象やっぱ女性でさ、うん、あんだけ華やかに、うん、多分なんか特集組むんだろうから、うん、女性に1票1票入れたいとで、私は赤を応援します。はい、ね、はい、はい、ね、見てください、ね、そうなんです、こうちょっと待ってください、はい、もう ね、 そうね、時間なんですよ、時間がね、そうなんです、うん、俺が映画、すいません早く言い過ぎちゃいました、早い、そうなんです、47、あともうあと3分、はい、3分、ちょっとね、うん、早いよ、ね、ジュアの鐘用意してたの、はい、ジュアの鐘、そうなんです、ね、ちょっとパパ、うん、でも大事なとこだけ言いますね、はいはいはい、ジョヤの鐘の回数は108回です、うん、108回、はい、108回で107回は、うん、あれなんです、大晦日の晩に疲れる数だけです、うん、数なんですよ、うん、で残りの1回は年明けに、うん、なるほど、一発目ガーンってやります、うん、それは、まあ、残りの1回はその年の煩悩に煩わされないようにといった意味合いを込めての新年になってから疲れる、うん、ということです、はい、まあ、いろいろね意味はあるんですけども、うん、まあ、簡単に言うとそんな感じです、はい、はい、ということなんですね。で、そうなんです、そう、はいはい、それ、あとこれ今日ね、うん、ででん、路上ライブやります、はい、私、音楽活動やってるんですけど、この後夜8時くらいから渋谷駅前の今日、今日やります、この後、はい、寒いけど歌うので、はい、よかったら見に来てください、見に来てね、ありがとう、はい、ありがとうございます。ね、さあちょっとね、お知らせがあります、はい、あのちょっと時間なくなっちゃったんですけど、はい、お知らせがありますけど、はい、お知らせ、はいはい、実はですね、うん、はい、小川さんと、はい、ゆうこちゃんがね、はい、今年でね一応あの区切りで卒業ということでね、卒業します、はい、先生、そうなんです、すごいですよね、確かに、そう、一言ずつびっくりしてる、一言ずつちょっとお願い、はい、そうですね、はい、時間もちょっとあれなんで、うん、ごめんなさい、はい、はい、そうですね、ちょっとまあ半年ぐらいやらせていただいて、うん、はい、なんか、うん、どうしようすごく楽しかったです、ちょっと言いたいこといっぱいありますけど、ね、簡潔に言っちゃうと、はい、うん、まあ、はい、後日ちょっとインスタグラムなので上げさせていただきます、はい、はいはい、楽しかったです、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございました、私は舞子さんの後に、ゲスト出演させていただいて、その後々8月からレギュラー出演させてもらってます、はい、早5ヶ月、はい、あっという間でした、いろんなこと調べたり聞いたり、うん、こうここでお話しさせてもらってすごく光栄でした、うん、本当にたくさん勉強になりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、本当に皆
皆さん本当に2人ともね盛り上げていただいて本当にありがとうございました、はい、またね、はい、いつでも帰ってこれるようにね、はい、体制で言いますので、はい、ありがとうございます。待っててくださいね、はい、この番組は新車最安値更新中 100% 新車館と宮古島レンタカーミワレンさんの提供でお送りいたしました、はい、さあ良いお年を4人で言いましょうか、はいはい、そうだよ、せーの、良いお年を。ありがとうございました。来年は1月4日から